はい、コナンです。ドラゴンプロジェクトやっていきたいと思います。ボルダの森中央で大型レアのゼノドランダルの討伐に成功して、なんと S ランクの石板をゲットすることができました。ラッキーだよね。これで初めての S ランクの武器が作れます。さあ S ランクって言ったらね、やっぱり強いと思うので、そこはかなり期待しています。さあ何が作れるのか。ソルドブスカドル、こちら作れますね。さあ作成しましょう。さあ初のね S の武器ですよ。やっぱりね今武器が弱かったので、これは欲しいですね。おっと、レベル1で攻撃力がすでに100、101で、これはかなり。 A ランクのブレッジオブギルドがレベル36で103なので、すごいよね。レベル2で同じ攻撃力ということで、これは期待できます。さあマギの方もセットして、早速ね討伐に行きたいと思っています。行くのはね、今回7月1日からのイベントの密林を染める赤い洞窟、 こちら7月1日から7月8日までの限定イベントやっていきたいと思います。なるほどね、やっぱりまだレベル2なので攻撃力あまり強くないですね。やっぱり A ランクだけど、ブレイドス・ゲグリドス、こちらの方がやはり攻撃力自体は784、今レベル13で784なので強いですね。ただこちらの武器は大振りなので、まあ通常ステージだとソルドブス・カドル、こちらの方が使いやすい感じはありますね。まあレベルを上げていけば S ランクなので、まあ絶対強いと思いますが、現時点ではボス、まあどうなんだろうね、ブレイドス・ゲグリドスの方が攻撃力が強くてちょっと使いやすいかなという感触はありますね。ちょっとこの辺りのステージだと攻撃力が足らないかな的な感じはしますけども、まあでもかなりブレッジオブギルドとかに比べたら強いのでいいんじゃないでしょうか。さあボスやってみましょうか。相手はねレベル30の慣れ果て王が、今回のイベントのまあミッションの一つですね、この大型を倒す。さあやっていきましょう。さあ S ランクの武器ソルドブスカドル、こちらちょっと試してみましょうかね。さあどうしよう、背後から回って切っていきましょう。199とか、ちょっとね攻撃力若干まだ弱いですね。これからレベルを上げていくのがちょっと課題ですね。かなりねスランクなのでレベルが上げれるので、攻撃力もね上がると思います。さあブレイドスゲグリドスで、やはりこちらの方が若干ダメージ与えれますね。おっと、飛んでくるタイプですね。さあ背後から狙っていきましょう。ああこういう攻撃パターンですね。さあいろいろ武器を変えてちょっと試してみたいと思います。使い勝手はねこのソルドブスカドル使いやすいんだけどね、まあ本当はうまく防御しながら攻撃するとこの武器の良さ出るかと思いますが、なかなか難しいですね。さあなんとかウィークポイントを狙っていきたいと思います。うまく背後から狙っていく感じで、さあマギも使いながら、少し今ダウンですね、攻撃しましょう。300ぐらいのダメージか。やはりボスの時はブレイドスゲグリドスの方が一撃が大きいのでいいかな。まだでも時間の方は3分近くあるので、まあ、じっくりいきたいと思います。さあどうだ、おやっぱりこちらのブレイドスゲグリドスの方が300ぐらい1回でね、ちょっと大振りなので難しいとこがあるけど、うまくヒットすれば1200ぐらいいきますね。
さあもうあと一息でクリアです。ウィークポイントを狙ってなんとか最後一発グレイシアランスをお見舞いしてクリアしたいところですけども、さあたまりましたね。さあグレイシアランス出しましょう。おっと微妙ですね、その前に死んじゃった感ありましたけども。さあ報酬の方が気になるね。さあ討伐自体はそんなに難しくなかったです。今ねレベルの方は46ですね。お、S ランクの V 破壊報酬目玉ですね、いただきました。さあイベントの方はねどんどん進めていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。